私の名前は、ミナとアクア。ここは、ホロライブレジスタンスアジト。ホロライブ、レジスタンス？そうだ。私たちは、世界を征服するために、日々奮闘しているのですよ。貴様は、思い出したね。貴様は、人質として、このアジトに、閉じ込めさせていただいたのですよ。やめろ、話せ。そんなに出たければ、私にゲームで勝ったら、この部屋から出していただき死んじゃますわよ。ゲーム？一体？そう。しかも、ただのゲームじゃない。闇のゲームで勝負だ！闇のゲーム！どうする？受けて立つか。どうしたらいいんだろう。ホロライブレジスタンスなんてでも正気じゃない。僕はだってホロライブの社畜としていい感じの駒として使われてるっていうのに、もう一人の僕やるしかないぜ。ホロライブレジスタンスなんて正気じゃないと思うぜ。やろう船長、やろう。よし、受けて立つ。承知。それじゃあこの闇のゲームのルールを説明する。ルールを説明してもいいか、説明してもいいか。僕の解像度低くないか。僕の解像度低いね。ディスコードに慣れていなくてガビガビになっている。カツラだけ浮いてるように見える。よし、それじゃあ気を取り直してルールを説明する。最大5000選手。このゲームは。そして、ライフポイントは、お互い4000ずつ。なるほど。1回の勝利で、相手に800ダメージ。なるほど。ダメージを負うたび、体が薄くなっていく。なんだって。ルールを守って楽しくデュエル。対戦よろしくお願いします。俺のターン。キリン、あ、待って、おいしかった。あ、ちょっと待って、お願い、行かないで。待って、行かないで。やあ、これは勝ったも同然。俺のターン、ドロー。ロバ待って。ドロー、俺のターン。これはこれなんだ、これミナとアクア。あ、ちょっと待って、待って、おい、おかっぴつ書いてあったんだ。ドロー。これはなんだ、だ、ほぼわため、ほぼわためを書いたって。やばい、時間がない。アルパカだよ。よし。ほぼ。あ、俺のターン、ドロー。カメをしようか。このカメは、でもこっちの端っこに置けると見たぜ。貴様ずるいぞ。シンプルにスッと行く感じがするぜ。貴様ずるい。よしよし。わっ、しばる。ここで馬なのか。俺のターン。走れ、馬を召喚。走れ、馬。ここにそっと置き、ターンエンドだ。お願い。カメ。俺のターン、ドロー。これは、何ですか、シマウマ。ブルーアイズドラゴンを召喚。ここに、お願い、待って、行かない。貴様のブルーアイズドラゴンはそんなものだったとは。ここ行けるんじゃないの。お願い、待って、行かない、お願い。さようならだ、宝生マリン。今までありがとう。あ、俺のターン、ドロー。なんだっけ、ホワイトペガサス、ブルーペグドラゴン、なんだっけ、とにかくペガサス、なんとかペガサス、ペガサス。待て、ザコメ。あ、そういえば、え、そういえば、これ負けたら罰ゲームがあるって知ってた？知らない。あ、何でも言うこと聞くっていう罰ゲーム。何でも言うこと聞く？そんな言うの忘れてた。もう無理だ、諦め。おい、ゾウかよ。どうすんだよこれ。え、ははは、デッキが事故っているぜ。そんなでかいのデッキに入れとくからこうなる。いっけぇ。無理。バイバーイ。どうする。担保だぜ。
これは真ん中に差し込めるのではないか。俺のターン無理だね。いけ無理無理。ねねなんでだよそれじゃあ私が消える。うわうわうわいつでも OK だ。え、ああ消えたのね。あ、じゃあ、遺言を聞こうかな、最後に遺言を。マリンも、三月、見たかった。バカだ！爆破しました。